はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はビーストボックスシリーズからね、BB17 のシャキラいきたいと思います。はい、こちらはね、赤いサメなんですけども、まあ、あのモデル的にはね、こちらの、出てくるかな、はい、ワニさん、うん、これのね、リメイクというか、ちょっと一部造形違いでカラーリング違いの、うん、はい、サメなんですけどね、まあ、メーカーのサメっていう時点でかなり、はい、テンション上がってくると思います。で、まあ、ちょっと前にね、あのビーストドライブシリーズでサメやったんですけども、まあ、機械とメーカーサメ、もう海洋生物最高です。まあ、その他にもね、あのカメなんかもまだ開けてなかったりするんですけども、まあ、順次ねやっていきたいと思います。まずはね、こちらのシャキラボックスモードから見ていきましょう。はい、シャキラの、ね、ボックスモードです。まあ、こちらがね、あの取説だと完成図になってるんですけど、個人的にはこの立てた時のこのバイトミーって書いてある方が、ね、好きなのでこの状態にします。はい、でスペックカードなんですけれども、サメでミニサメというかね、武器か、はい、で後ろを見ると、まあ、スピードがマックスだね。でスピードマックスで、まあ、勇気がちょっと少なくて、まあ、力も防御力もないのか、知性もないのか。でもね、噛む力すごそうだけどね、バイトミーって書いてあるぐらいだからね、私を噛んで、はい、こんな感じです。ではね、変形いきたいと思うんですけど、こちらね、あのワニのティアドロップと、まあ、似たような変形なんですけれども、やっぱりね、ワニの時感じたなんか不満というか物足りなさっていうのはやっぱこれでもありました。ではね、変形いきましょう。はい、この状態からね、これでいきましょうか。でね、こことここを開くんだけども、ここってね、あのでかいボールジョイントがあるんですよね。ただこれ変形させるときにちょっとね、取れやすい、うん、ちょっともうなんだろうね、伸縮機構あってもよかったんじゃないかなっていうぐらい、ちょっとね、不満はここは残る。で、これをね、開くんだけど、あ、今は大丈夫か、うん、変形の途中でね、すっぽ抜けるときはちらほらあります。で、ここをね、浮かせてあげて、上顎で、これが下顎、こう噛み合わせることによって、こう、本当サメらしいね、開いた口です。で、この部分が、首になります。はい、で続いてね、ヒレ部分開きます。で、この部分を開く、うん、で一旦ちょっとね、ここはこの角度にして、うん、後ろの部分の変形に干渉しないようにします。はい、続いてはね、後ろなんですけども、ちょうどね、この部分がね、尾びれなんですよね。で、これをね、そのまま開いて後ろにね、伸ばしたいんだけど、そう、ワニの時もそうだったんだけど、やっぱここがね、変形させる時にちょっとボールジョイントがすっぽ抜けやすい。あー、いける、あ、大丈夫だ、うん。で、ちょっと一旦ね、この形態にします。一旦ね、置いた状態でやります。で、この部分なんですけど、一旦ね、ちょっと斜めに開いた状態で、このパーツを上に、で、ここのね、尾びれがついてるパーツも同じように上になんですけども、ここをね、うまいことやるには、来た、はい、伸ばした。ただね、これが本当、ここでかいボールジョイントが1箇所あるんですけど、これがね、あのワニの時同様にすっぽ抜けやすいので、ちょっとここはストレスかなといったところです。で、このパーツ、はい、合わせて止めます。うん、止めた状態で今度はね、ここのパーツ、これがね、背びれ、もう一旦マックスまでやっちゃいましょう。で、このパーツを閉じる、閉じて合わせて下ろす、そして回す。で、あとこのパーツなんですけれども、ここはね、変形面白いかなと思った。あ、こうなるんだってね。で、曲げてあげて、ちょうど曲げることによってね、ここの突起が分かりづらい、これがあるんですけれども、これがね、ちょうどここに収まる形、こうね、うん、はい。で、あとはヒレだね。で、回転、はい。で、これだけじゃなくて、今度は裏ね、ここ、はい、物入れがあるので、ここにね、ミニメカ武器が入ってます。で、ここにセットすればシャキラ完成。
はい、シャーキラ完成しました。で中心にね3ミリジョイントがあるので、まあ、スタンドがあればねこれあの立ててられるんですけど、ないのでちょっとね他の製品に入ってたそう梱包材乗っけておきます。意外とこれ合うねこうまっすぐこれペタッて置くよりもなんかちょっとカーブしてた方が全然ありね。でこのね上に乗っけてる武器なんですけれども、あのパッケージにも書いてあったんですが、これね、はい、あの Google 翻訳したらイカって書いてましたね。まあでも言われてみたら確かにね、これ2個入ってたんでこっちで見ますけれども、そうこっちの上がトップで、このねピョって飛び出てるのが足、イカの足で銃口、うん、なので、まあ、2個あるので、まあ、1個ねこの背中のところにもくっつけたんですけれども、あのヒレの上にもこうやってイカキャノン取り付けが可能。なんでイカなんだろうね、コバンザメとかじゃなくてイカなのかな。はい、うん、でまあサメのヒレといいね。でまあこういうクネクネであるこういうクネクネっていう動きが取れるので、まあサメらしいっちゃサメらしいよね。ただまあこの辺のね首周りとかあの尻尾周り、あのワニのねティアドロップと同じような変形パターンなんですけど、まあやっぱりこれね抜けやすいよね。はい、でここは小物入れというか、まあ、武器しまえるところ、はい、だからこのイカキャノンを取って、まあ、1個入れたらおしまいかな。うん、なので、まあ、1個はスペアでも2個入んのかな。でもなんかギリギリなんだよねこれ。あ、ちょっと無理っぽいな。あ、無理っぽいな。ちょっとでも浮いちゃうとね変形に支障があるんで、やっぱ1個が無難なのかな。あ、引っかかった。はい、そんなわけでね戻し変形いきましょうか。はい、一旦ねヒレ上に向けます。でこっちもね上に向けましょう。このかわし作業をしないことにはもう変形できないので、で先にこっちはね畳んじゃいましょう。大きい方のヒレだけは畳みます。でちっちゃい方はもうこれ完全固定。はい、でね、これも一旦ちょっと避けてあげて、で、この角度、はい、この角度にして開いてあげたら、今度はねで左右分割したら、今度はねこっちの左右分割、今度は上下分割してこれをね収納してあげるんだけど、ここね本当あの今ちょうどこういう形状でかわしてるんだけど、そうここがねちょっと抜けやすい。うん、本当にこの角度がねこれしまえるかどうかの重要な、本当にシビアなんで、かわしてで反対側も、ね、こうね、はい、でここにね、よし、でこの状態でこう回して、あとこれ閉じるんだけど、そうこうなっちゃうと、今ここねカンカン当たってるんだけど、この当たることによってスポッと抜けちゃうから、ちょっとねこう下げてあげたり、こうしてあげることによってかわす。でこっからねこの部分を入れてあげるんだけど、よいしょ、やっぱここねそのここに力かかっちゃうから気をつけてやってあげないと危ない。でこの尻尾側のパーツ、このピンが出てるんですけども、ボディ方面でしっかりと止めてあげる。で反対側も位置決めで止めてあげる。この本当ね一つ一つ位置を決めないとダメですビーストボックスの場合は。そう、止まんない時は何かしら原因がある。ほらね、この位置から見ると、はい、止まった。で尾びれ、はい、収納して、で、ヒレねこう来てこう、反対側ね回してこう、はい、で、このね背びれ部分を両びれバチッと止める。で大きい方のヒレも回転させて畳む、はい、続いて頭部もね尻尾と同じようにこう一旦開いて、この斜めの状態ここで開いてあげる、はい、開いてあげて上あご、そして下あご、で止めて
てこう止める。で最後ねピンを止めてあげると、はい、で最後、うん、握ればボックスモードの完成。はい、でこの状態で専用ボックスチャージャー、はい、収納ケース入れればボックスモードの完成です。はい、そんなわけでね、今回の動画はビーストボックスシリーズカーの BB17 のシャーキラでしたけれども、まあ、これはね、この首周り、あとはね、後ろ、この本体から変形させるときってやっぱりすっぽ抜けやすくてストレスが結構あるな、これワニの時もそうだったんですけど、本当なんかね、斜めにすることによってかわすことによってシビアすぎるスペースなんですよね。なのでね、ちょっとボールジョイント1段階とかね、2、3ミリ伸びたり縮んだり後ろも前もしてくれたらそれはないと思うんだけど、ちょっと無理な力がかかるとポンって抜けちゃうので、結構変形しててストレスがやっぱ溜まっちゃうかなといった点です。だけどやっぱりね、このメカのサメ、メカザメ赤、いいね、かっこいいよ。でこの頭部なんかもそうだよね、この赤い目じゃない、はい、赤いボディに黄色い目、そしてねこれイカっぽい武器、これなんかもね結構いい感じです。ただまあこれに関してはね、ほんと1体あればいいかなっていう、他のカニシリーズみたく色違い全部集めてやろうみたいな、そういう欲はない、そんな感じかな。はい、であとはね、ビーストボックス、あとビーストドライブシリーズはね、各種動画やってますので、下の概要欄、上のリンク、エンディング、ね、その他あちこちやってますので、ぜひよければチェックをお願いいたします。そんなわけで以上、トヨハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。